キーテジの工場は何ヶ月も続いたに違いない。あのバケツのレバーで排水システムを止められるかも。9編で奴らを片付けないと。これで狙いましょう。
モンゴル軍は首都を侵略する前に氷に飲み込まれてしまったんだわ。
銀製の花瓶だわ。歯車が凍りついてて向きを変えられない。別の大盛り。さっきはうまくいったわ。クレーンアームを回せば重りを動かせるわ。これでバランスが取れる。あのクレーンなら頑丈そう。あそこまで歩いていけそうね。モンゴル軍は首都を侵略する前に氷に飲み込まれてしまったんだわ。あのバケツのレバーで排水システムを止められるかも。
あのバケツのレバーで排水システムを止められるかも。あのバケツのレバーで排水システムを止められるかも。
あのバケツのレバーで排水システムを止められるかも。高すぎた。待って、バケツから水が流れれば重りがいい位置に収まるはずよ。
モンゴル軍は首都を侵略する前に氷に飲み込まれてしまったんだわ。